チーム C はフランス出身のプロサッカー選手。ポジションはミッドフィルダー。元カメルーン代表のパトリック・エム・ボマはイとこである。2004年にフランスのアンジェイス CO でプロデビュー。アンジェイス CO では6シーズン過ごし、リーグ戦カップ戦合わせて120試合に出場した。2008年6月30日にノッティンガム・フォレスト、 FC への移籍が発表された夏にノッティンガム・フォレスト、FC に移籍し、イングランドでのサッカー生命を始めた。彼は、中盤のメンバーとして定着した。しかし、初シーズンは、怪我に苦しみ、大部分の出場を逃した。2009から10シーズン初めに怪我から回復すると、10月20日に、ホームで行われた、バーンズリー FC 戦のアディショナルタイムに決勝点を、上げ、 1>, 1から0での勝利に貢献した。ここで舞い上がりすぎた。彼は2枚目のイエローカードを提示され、退場となった。2011年7月19日には、エバートン FC、ウィガンアスレティック FC、ストーク式 FC、ウエストブロムウィッチア・ルビオン FC への移籍が、囁かれた中、6月30日に消滅した、ノッティンガムフォーレスト FC との契約を更新した。 2013年11月14日には2014年1月2日までの契約でミルウォール FC へのレンタル移籍にサインした。2014年5月28日には契約を更新しないことが発表された。2014年11月フットボールリーグチャンピオンシップに所属するバーミンガムティ FC に2ヶ月の契約で移籍することが発表された。契約が終わると彼は 給与全額を4つの事前団体に寄付した。それらの団体は、バーミンガムシティ,ディスエーブルサポーターズクラブ、ストップエボラ、パリの協会、そしてテブ、ソマチャリティというソマ炭鉱爆発事故の犠牲者を支援する団体であった。12月13日のレディング FC とのリーグ戦で途中出場し、初出場し、この試合は6から1の解消に終わった。ここでは、 トップチームで安定した出場を得る可能性も低く、契約も延長されなかったため、再び、ノッティンガムフォレスト FC の前に現れた時は、暖かく迎えられた。2015年2月の遺跡史上閉鎖日に、フィンランドの HJK ヘルシンキに移籍。田中アド夢や、ハーフナー、マイクと、チームメイトになり、J リーグや日本に興味を持った。ありがとうございます。